大谷の新居報道や漫画セクシー田中さんの原作改編問題について、これまで頑なに沈黙を貫いてきた日本テレビ社長がようやく謝罪の言葉を述べた。しかしその内容は結局言葉ばかりで具体的な対策や保証を約束するものではなかった。さらに社長の謝罪のタイミングについてもいぶかしむ声が多く上がっている。義援金横領問題で存続の危機にある24時間テレビ放送の直前であり、世界中の注目が五輪に集まる中、極めてひっそりと謝罪が行われた。姑息な情報操作を企んだ日テレに対し、世間からは非難の声が殺到することとなったのだ。今回は、遅すぎる、日テレ石澤社長の定例会見での謝罪。都合の悪いことは明かさず、長期間のだんまりの後、五輪で目くらましをする姑息すぎるやり方。心象最悪の謝罪でも、見事その既成事実を作った日テレに関して紹介していく。24時間テレビの放送を間近に控え、オリンピックに世間の注目が集まる中、日テレがひっそりと隠れるようにして数々の不祥事に関して謝罪をしていたことが発覚した。29日、日本テレビの定例社長会見が東京・汐留の同局で行われ、同局の石澤社長はドジャース大谷翔平の新居購入の報道をめぐりようやく謝罪したのだ。問題の発端は、大谷がアメリカ・ロサンゼルスで購入した12億円の豪邸について日テレやフジテレビが詳細に放送したことだ。これによって新居の所在地は世界中に明らかにされ、セキュリティの観点から結局大谷夫妻はそこに住むことはできなくなった。大谷側はこれに激怒し、一時はドジャースが同局に対して取材パスを凍結したなどと現地マスコミが報道。日本でも一部週刊誌がそれを伝えていた。石澤社長はこの問題について、一連の報道の中で大谷選手とご家族にご心配、ご迷惑をおかけした。申し訳ないと思っている。大谷選手サイドにはすでにお詫びの気持ちを伝えているが、この場をお借りして、改めてお詫びの気持ちを表明したい。と謝罪。大谷選手とご家族の皆様のプライバシーが守られて、平穏に生活ができるようより一層配慮してまいりたい。とした。そしてその真偽がこれまでにも幾度となく議論されてきた取材パス凍結報道に関しては、取材の経過や内容については控えさせていただきたいとした上で、取材オンエアに支障が出ていることは全くないなどと説明。はっきりとしない回答を見せたのだ。フジテレビに関してはその真偽はさておき、取材パスの凍結をはっきり否定していた。大谷夫妻の新居を台無しにし命の危険にさらした局にはその説明責任があると言える。にもかかわらず、結局日テレはその真実をひた隠しにしている。この日テレの謝罪に世間からは、取材に支障が出ているかどうかなんてどうでもいい、日テレはそれでいいかもしれないが、大谷さん側は新居に住めなくなった、安全面などを考慮して条件が合う家を時間と労力をかけてやっと見つけ出した物件、どう責任を取るつもりなんですか。何も支障をきたしてないからめでたしめでたしじゃ済まないでしょ。お詫びお詫びと口だけ。本当に申し訳ないと思うなら、日テレとフジテレビで6億円ずつ出して12億円の新居を買い取ればよいんじゃない。一度も住まずに売却する羽目になったわけだから、そのくらいのことして当然だと思うよ。たった数分の放送で大谷サイドの損害は12億円以上だからね。フジテレビの社長が謝ったのもタイミングとしては遅すぎた感があったのに、まさに今更です。全然誠意も感じられないし、世論が厳しいので形だけ無理やりお詫びコメントをしたというふうにしか映りません。結局は被害者本人への謝罪よりもスポンサーや視聴者に向けての発信のように感じる。我々には報道の自由があるといった意識が相変わらず垣間見える。今回の件は謝罪して終わりでは済まないと思う。プライバシー保護の観点からも、実際に被害が発生している場合は法的な制裁が必要かと思います。五輪のニュースが話題の中心であるときにせこいやり方だ。謝りたくないが、24時間テレビ前には謝罪しておかないとというタイミングで、このステルス的なやり口、謝罪が今になった理由を言わない時点で反省していないと同じ。新居のニュースを扱った各番組で謝罪があるかどうかも気になる。日テレは鍋常の高賀選手がの精神が徹底されてるようですね。セクシー田中さんについては高賀原作者が、24時間テレビについては高賀クレーマーがって全てを見下しながら放送してるんでしょうね。フジテレビの出方を伺い、次局の特番が控える中、
五輪に注目が集まっている今のタイミングで謝っておこう。そんな日テレの思惑が透けて見える。全く中身のない、まさに言葉だけの謝罪に怒りのコメントが殺到している。取材パスに関しても結局その真相は明かさず、取材には問題ないなどと自分たちのことばかり。大谷に直接謝罪の言葉を伝えたとはしているが、そんなことは当たり前。問題の報道についても責任をいかにして取っていくか、まずはそこからだろう。当初日テレは24時間テレビの目玉としてドラマ大谷翔平物語を企画していたことが判明している。大谷がいかにしてスターダムにのし上がったかというストーリーで、主演の大谷役を前田ゴードンとする本格ドラマにする案と、お笑いコンビティモンディの高岸宏行にするバラエティテイストの案が検討されていたという。当初は大谷サイドからも良い感触を得ていたそうだが、それも今回の問題で企画はチャラとなった。この謝罪では、今後も大谷関連の企画や報道は絶望的だろう。他にも対スポンサー、視聴者に向けての形だけの謝罪でしかないというコメントも見受けられたが、だとしても大失敗に終わっている。またコメント内ではセクシー田中さんドラマ原作改編問題に関しても触れられていた。この日の会見で社長は本件についても改めて謝罪の意を述べていた。昨年10月期放送の同局ドラマセクシー田中さんの原作者で漫画家の芦原ひな子さんが逝去した問題では、社内特別調査チームによる調査結果を日テレはすでに発表している。定例会見で石澤社長はこれに触れ、次のように話した。このドラマの原作者である芦原先生に心より哀悼の意を表すとともに、遺族の皆様にお悔やみ申し上げますと追悼の言葉を述べ、私たちはこれを忘れるわけにはいかないと思っていますなどとお気持ちを表明。芦原さんが心血を注いでセクシー田中さんを作り上げ、ドラマ制作に向き合っていただいたことを実感しましたと述べた。当社の制作者の方は芦原さんにリスペクトの念を持って何度も打ち合わせやり取りをさせていただいたとしたが、小学館の調査報告書ではこのやり取りが芦原さんに負担をおかけしていたという指摘がありましたと小学館側の調査報告に言及。このようなミスコミュニケーションが生じたことに大変心が痛む思い、改めて芦原先生に申し訳なく思いますと謝罪した。心血を注いでセクシー田中さんを作り上げ、ドラマ制作に向き合っていただいたことを実感しましたという言葉。なぜ今更芦原さんがドラマ制作に向き合っていたと実感したのか、それは芦原さんが亡くなったからということなのか、それまでは日テレの強引な原作改編を最後まで阻止した芦原さんのことをドラマ制作の邪魔とでも思っていたのだろうか。リスペクトの念を持っていたのであれば、なぜ芦原さんの原作に忠実にという主張は幾度となく無視されたのか。芦原さんのブログ内容では何度も原作とは異なる脚本が上がってきて、その修正に追われたと主張していた。もし彼女が日テレからの作品や芦原さん自身に対するリスペクトを感じていたのだとすれば、そのような言い方はしないだろう。さらに日テレが密なコミュニケーションを取ろうとしたことが負担になったという明らかに不自然な言い訳を未だ続けている。最終的には日テレが報告書で連呼していたお得意の齟齬という言葉をミスコミュニケーションに言い換えて乱暴に説明を終えているように見える。芦原さんの命が奪われた本件、日テレは最後までこの責任から逃れる姿勢を貫くつもりのようだ。さらに問題の脚本家相沢智子に関しては、脚本家の方は素晴らしいドラマを作ることに力を尽くしていただきましたとコメント。一方でドラマ制作に携わる関係者や視聴者の皆様を不安な気持ちにさせてしまったことについてお詫びを申し上げますと改めて謝罪した。これはおそらく日テレが事前に把握していながら阻止せず傍観した相沢の SNS ポストのことだろう。さらに今後については、調査報告書の提言を受けてこれまでのドラマ制作プロセスの見直しと検討を行いました。この指針を原則とし適切なドラマ制作プロセスを構築し実践していきたいと述べた。同局は今年5月31日調査結果を公表。調査チームは2月23日から計39人に対しヒアリングし、報告書は91ページに上った。今月22日には日本テレビドラマ制作における指針を発表した。こちらの内容はざっくり説明すると、原作者を尊重してしっかりコミュニケーションを取るという当たり前すぎる指針と、
SNS 対策強化で関係者には今後相沢のような SNS 投稿をしないよう呼びかけるといった内容の指針だ。他には書面での契約書に関しても言及されていたが、その実行を目指すという曖昧な表記がなされており、具体的な方法やプロセスには言及していなかった。日テレは報告書の中で、制作過程で芦原さんとドラマ制作者側の意思疎通がうまくいかず、信頼関係が失われていったと説明。芦原さんが示した漫画に忠実になどドラマ化に向けた要望が制作者側に強い要求として伝わっていなかったなどとした。これに加え、芦原さんと制作者側の溝をさらに深めたのがプロデューサーの虚偽の説明だった。芦原さんがドラマの撮影シーンに関して小学館を通じ問い合わせると、そのシーンは5日後に撮影予定だったにもかかわらず、内容の変更に応じたくなかった日テレ側は芦原さんサイドにすでに撮影済みと虚偽の報告をしたのだ。後に撮り直しを行ったが、芦原さんは制作サイドから何を言われても信用できないと思いを抱き、不信感は大きく増していったとされていた。おそらくこういった対応が幾度となく繰り返されていたのだろう。それに関して日テレは密なコミュニケーションを取ろうとした結果のミスコミュニケーションだと主張しているのだ。この社長の謝罪に関してはネットでも、こんな謝罪で済ますつもりなんかな、謝っても生き返らへんで、遅いしオリンピックの陰に隠れて謝罪はしたっていう既成事実作っただけやん。ミスコミュニケーションは加害者側の言い方です。ミスコミュニケーションだけでは人は亡くなったりしません。いや、それでその問題のプロデューサーは解雇しないんですか？報告書が出たのは随分前なのに、なんでこのタイミングなのかって考えるとやっぱりものすごく姑息。リスペクトある相手に嘘の報告して強引に撮影強行しようなんて思うはずがない。ミスコミュニケーションではなく、意図的に改変を狙い原作者を騙し討ちしようとしてたが正解で、半ば詐欺のように見える。深刻なのは原作ありのドラマの場合に勝手な改変をすることが常態化していることにある。本当に再発防止をするのであれば真っ先に契約方法を変更して書面による詳細な覚書を交わすことを発表しなければならない。なのにそれを全くやらないし、今回も言及していない。つまり24時間テレビに向けて謝罪の形は取るけれど、本気で変革しようとは微塵も考えていないということだ。騙されてはいけない。一体何に対しての謝罪なんだろう。ドラマ制作のコミュニケーション不足程度のことで、あれほどの亡くなり方をするはずがないと思う。日テレのドラマ制作陣が原作者をディスったことに対して芦原先生が自ら反論したことで、それが生意気と感じたテレビ局と小学館の双方の上層部が芦原先生に対して相当厳しい制裁をしたからこんな事件になったんだと思うんだけどな。今なぜこれほどテレビメディアへの不信感や嫌悪が国民の中に広がっているのか分かっていないのだろう。いつまでも身内の論理を最優先し、視聴者の気持ちや期待を軽視して一部のお仲間とだけ利益を分配するだけの殿様商売を続けるなら、放送局というその公益性に対する信用は皆無。テレビ局側に作者がクレームつけてきてもやってしまえばこっちのものという感覚が染みついていて、約束を守ろうというコンプライアンス意識が決定的に欠如していたことがことの発端としか思えない。やったもん勝ちになれきって作者ときちんとコミュニケーションを取らなかったことをミスコミュニケーションと呼んでいるようだけど、世間一般ではそういうのをコンプライアンス意識の欠如という。すみませんでしたと何度も謝罪をする傍ら、認識の齟齬、ミスコミュニケーションという言葉で責任から逃れようとしている。コメントにもあったように、プロデューサーが芦原さんに対して嘘をついている時点で、日テレが主張する原作者に対するリスペクトがなかったことは明らかである。どう考えても日テレの主張は破綻しているのだ。さらにやはりこのタイミングでの社長の謝罪を非難する声は多く上がっている。自社の稼ぎ頭である24時間テレビ直前のみそぎ謝罪、謝らないまま特番を放送したと言われないように謝罪の既成事実を作りたかったのだろう。さらに日テレにとっては好都合にも、今はパリオリンピックの真っ只中だ。できるだけ世間の注目が分散される今、五輪という世界的なスポーツの祭典を隠れ蓑にして謝罪をした日テレには厳しい言葉が浴びせられている。しかしそもそも24時間テレビ自体も義援金着服という未だ解決していない大きすぎる問題を抱えている。もはや逃げようがない状況にある日テレ、最後まで醜くあがこうとする同局の24時間テレビは今年が最後になるのかもしれない。